皆さん、こんにちは。エドワードです。今回のゲストは、プロチアダンスユニット LOX ガールズのマリさんとユリさんがお越しいただきました。今日来てくれてありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは、お二人がダンサーを目指したいと思ったきっかけを教えてください。私は小さい頃からとにかく動くのが好きで、はい、バレエも水泳とかテニスとかあと剣道とかもやったんですけど、でもその中でも一番バレエが好きで、でバレエをずっと続けてて、で高校生の時に演劇部に入ったんですね。でその演劇部が表現をするダンスというか、とにかく気持ちを表現するようなダンスをメインでやっていたので、そこで体全体を使って表現するっていうことを勉強して、でちょうどその頃にディズニーランドに行って、でショーを見たんですけど、そのショーがすごい印象的で、そのショーに踊ってたダンサーの方とかがすごくスマイルとか、あと表現パフォーマンスがすごくて感動して、で私もこのダンサーさんになりたいなって思ったのがきっかけ、それがきっかけですね。そうですか。でもその見たショーはどんなショーでしたか？ショーは本当になんていうんですか、シンデレラ城の前でやってる一番メインのショーだったんですけど、でも結構私が前の方で見られて、本当にダンサーさんが目の前に来たんですよ。でもなんていうんだろう、もう表情とか本当に見ただけですごい幸せな気持ちになって。そうですかね。だからもう私もこういう人に感動を与えられるような人になりたいなって思って、でそれが始めたというか、目指そうと思ったきっかけです。ゆりさんはどういうきっかけがありましたか？もともとはお母さんがダンス教室をやってて、それでダンスを始めたんですけど、結構性格的にすごい飽き性で、今までスポーツとかもいろいろやったんですけど、習い事とかも。でも、全部結構運動神経も良くて、すぐ飽きちゃって、でもダンスだけはずっと続けてて、でお母さんも結構海外のバレエ団とか普通に向こうのダンスとかすごい見てたんで、それを見てて、あ、すごいパワフルでかっこいいなって思ってから、やっぱりダンスだけはちゃんと続けようって思って今までずっと続けてます。そうですね。両方は子供の頃からスポーツとかダンスをよくやってたんですね。すごいですね。僕はちょっと本体ですけど、スポーツマンじゃないし、そしてダンスもあまりできないから、本当にすごい一緒だと思います。ダンサーとして海外を目指したいと思った理由をお聞かせください。洋画とか洋楽とかがすごい好きで、ずっとちっちゃい頃から見てたんですけど、海外の人の表情とか表現力がすごいなって思って、ダンスだけじゃなくて、そのドラマとかのただ喋るとか、相槌を打つだけでもリアルすぎてすごいなってずっと思ってて、でずっとクラシックバレエやってきたんですけど、中学に入るときに、ミュージカル映画の「シカゴ」ってやつを見て、でそれのキャサリン・ゼタ・ジョーンズにすごい憧れて、あ、こういうダンスもあるんだって思ったところからジャズダンスとかも始めて、でその「シカゴ」がきっかけでもうずっと海外に行きたかった思いがさらに強くなって、で高校卒業したときに初めてニューヨークに一人で行ったんですけど、その時にただの普通のレッスンでもみんな本当にダンスが好きで踊ってるんだなっていうのが分かるぐらい、すごいいい表情をしたりとか表現力とかもすごくて、あ、こういうところで踊りたいって思って、他の海外の舞台とか映画とかを見てもやっぱり引きつけられるものがあったので、やっぱり日本じゃなくて海外に挑戦したいなってすごい思いました。私がまずもともと海外に興味があって、でそのままニューヨークにダンス留学をしたんですね。でやっぱりニューヨークではやっぱり世界中の人たちが集まってくるので、本当にみんな、なんていうんだろう、それぞれがやっぱり踊り方とかはありますけど、本当に表情とかはみんな、なんていうんだろう、ギラギラしてるって言ったらあれですけど、本当に私はダンスが好きって、本当にもう合言葉のように I love dance みたいな。はい、それが私も本当に刺激的だったし、だから毎日のレッスンが、なんていうんだろう、そういうみんなに囲まれてたので、私ももっと上手くなってやろうとか、はい、この子よりももっとなんか表現してやろうとか、そういう気持ちがすごく強くなって、やっぱり日本で受けてるレッスンよりは海外で受けてるレッスンの方が全然環境も違うし、はい、本当にそうですね、自分も刺激されるし、はい、なんか厳しいでした。厳しかったんですか？厳しいっていうよりかは自分のモチベーションがすごい上がるので、はい、なのでそうで毎日のレッスンすごい楽しかったし、はい、そうでそういうこともあってで一回日本に戻ってきて。そこで出会った仲間とか、あとはメンターの先生とかに、はい、やっぱり自分がもっと活躍して、私はこんなに活躍してるよっていうのを、世界中どこにいても見られるように、やっぱり海外で活躍したいなって思ったし、はい、その私が海外でもっとダンス勉強したいっていうことを応援してくれた両親や家族にも、恩返しというか感謝の気持ちでやっぱり活躍することが一番だなって思うので、はい、でそれで海外で目指したいって思いました。あ、その通りですね。ブレイクスガールズについてご質問させていただきます。ブレイクスガールズはどのような取り組みをされているのでしょうか？ブレイクスガールズ自体はやっぱり海外を最終的には目標に目指しているメンバーで集まっているメンバーなんですけど、その中で今は日本で、スポーツの大会などで、はい、応援してパフォーマンスをやらせていただいてるんですけど、サッカーとか、はい、ラグビーとか、はい、メンバー全員が海外に行きたいっていう思いが強いメンバーが集まっているので、ゆくゆくはその海外進出というか日本と海外をつなぐ架け橋みたいな感じでも取り組んでるし、この前私自身も全然知らないスポーツがまだまだあるなって思って、はい、なんかまだ日本で知り渡ってない世界のスポーツっていっぱいあると思うんですけど、そういうのを私たちがなんかロイックスガールズとしてパフォーマンスでなんかつなげていけたらいいなっていうので、そういう取り組みもしてます。いいことですね。連なること。最終的にはそのチアがメインで、もうチアっていう職業が成り立つように、はい、はい、ゆくゆくはそうやって頑張りたいと思ってやってます。日本にはなく、海外にある夢はどのようなものでしょうか？日本にはなくて海外にある夢は。私が個人的に思うのは、はい、さっきも少し言ったんですけど、やっぱり表現のところで自分らしさをすごく出せるなっていうのをすごく思っていて、はい、あとは私はもう28になるんですけど、なんていうんだろう、日本で例えばオーディションを受けるとしたら結構年齢制限がすごいあるんですね。あ、そうですか。年齢で見てもうそれだけで落とすっていうのはすごくあるので、はい、でも海外はその面で言ったら本当にその人を見てくれるからパフォーマンスが良ければそれで合格するし、はい、なんていうんだろう、そういう見た目というかそのパフォーマンスで判断してくれるっていうところが本当にやっぱり海外の人の見る目っていうか、はい、そこはやっぱり認めてもらいたいなって思うし。そこが私は海外にある夢だなってすごい思います。私が思うのは海外の方がすごくなんかビッグチャンスがあるっていうか、はい、まあ日本にもあると思うんですけど、私自身が海外に行きたいっていう思いが強いからかもしれないんですけど、なんか受ける人数も多いけどその分なんか世界のトップレベルの方々と共演できたりとか、はい、そういうなんか大きい夢があるなってすごい思うし、さっきマリが言ったみたいにそのパフォーマンス、自分自身を見てくれるっていうところも日本とはなんか違うなとは思って、海外に挑戦したいなってすごい思います。お二人がダンサーとして、日本人として、海外の人には負けないと思う自身の強みとは何ですか？日本人特有だと思うんですけど、その練習を一つ一つ真面目にしっかりやるとか、あとは動きの一つ一つの繊細さとかは、海外の人には負けないところだなとは思います。なんか部活スタイルとか、そういう厳しさとか、ね、なんかレッスンとか、海外のレッスンとか行っても、結構できなかったらもうやめちゃおうみたいなのが結構あるんですけど、はい、日本のレッスンだと、もうなんでやらないのみたいな、なんでサボってるのみたいな感じになっちゃうから、そういうのを子供の頃からやってきたから、どんな自分ができなくても、なんか頑張ろうってすごい思って、ちゃんと最後までやるところは、日本人特有の強みだなって思います。確かにそうですね。はい。マリさんはどうですか、はい、どう思いますか？私も、本当に正直言ったら、パフォーマンスというか、そういう表現力の面では、正直負けてるとは思うんですけど、はい、でも、やっぱり、そのチームで例えばやった時に、その団結する力とか、はい、そのまとまる力は負けないと思うし、あとは本当に、例えばこれを目指すってなったら最後まで諦めない、そのど根性というか、そういうのは負けないと思います。はい。12月にスーパーボウルパーティーに出演するためのクリニックとオーディションが開催されますが、この一大チャンスに向けたお二人の意気込みをお聞かせください。もうこのスーパーボウルのクリニックとオーディションが本当に日本で初なので、はい、それに参加できることは本当に恵まれてるなって思うし、すごい大切にしたい機会だなって思います。はい、もちろんそのオーディション合格してスーパーボウルパーティーで踊ることがもう今は本当にそれが目標ですけど、もうそれよりももっともっと上を私は目指したいので、はい、とにかくその12月のクリニックとオーディションはただ楽しもうって、その時間を楽しもうって、あとは経験できることをありがたく思って、はい、本当にジャストハブファンって感じ。はい。そうね、でも確かに日本ではそれは、これから初めてですね。はい、そのスーパーボウルのオーディション。はい。いい機会ですね。ニューヨークのチアの方たちが、はい、来てくれるので、わざわざで、たまたま知り合いの方もそこにいるので、それに会うのも楽しみだし、はい。はい。もう一緒に踊りたいです。楽しみですね。ゆりさんはどう思いますか？もう常にずっと海外のオーディションとか、もう海外で踊りたいとかずっと思った中でのこのオーディションなので、もうせっかくニューヨークから来てくれて、そのもうプロとしてやってる方々を目の前にしてできるので、盗めるとか全部盗んで、はい、もうスーパーボウルのパーティーに出れるように 200% の気持ちで挑みます。200%。いいですね。今日ありがとうございました。スペイン語でグラシアスですね。グラシアス。グラシアス。ペルーの人はお酒強いですか？そういうイメージがあります。はい、確かに。強いですか？ちょっと強いです。ちょっと強い。あれ、テキーラだっけ？あ、それはメキシコのドリンクですけど、ペルーでも人気があります。けど、僕はテキーラあんまりできないです。何が一番？ビールとワインと、そしてなんか伝統的なお酒でピスコという酒なんです。ピスコ。違う違う、なんか強い。ピスコじゃない。